I'm Hikari. Today I read the book. I'll study it. Let's enjoy. 札幌の街には今年最初の雪が降り始めていた。雨が雪に変わり、雪がまた雨に変わる。札幌の街にあっては、雪はそれほどロマンティックなものではない。どちらかというと、それは評判の悪い親戚みたいに見える。10月23日、金曜日。東京を出るときには T シャツ1枚だった。羽田から747に乗り、ウォークマンで90分テープを1本聞き終えるか終えないかのうちに、僕はもう雪の中にいる。こんなもんだよ、と僕の友人は言った。いつもはこのくらいの季節に初雪が降るんだ。そして冬が来る。すごく寒いね。本当の冬はすごく、すごく、すごく寒いさ。我々は神戸の近くの小さい穏やかな町で育った。我々の家は50メートルほどの距離にあって、中学も高校もずっと同じだった。一緒に旅行した時、ダブルデートもした。二人でひどく酔っ払って、タクシーのドアから転げ落ちたこともある。高校を出ると、僕は東京の大学に進み、彼は北海道の大学に進んだ。そして僕は東京生まれの同級生と結婚し、彼は小樽生まれの同級生と結婚した。人生というのはそういうものだ。植物の種子が気まぐれな風に運ばれるように、我々もまた偶然の大地をあてもなくさまよう。もし彼が東京の大学に進み、僕が北海道の大学に進んでいれば、当然のことながら我々の人生もガラリと変わっていたことだろう。あるいは僕は札幌の旅行代理店に勤めて世界中を飛び回り、彼は東京で作家になっていたのかもしれない。しかし母なる偶然の導くところによって、僕が小説を書き、彼は旅行代理店に勤務している。そしてオリオン座は今日も輝いている。彼には6歳になる息子がいて、定期入れにはいつも3枚の写真が入っている。丸山動物園で羊と遊んでいる北斗くん。七五三の衣装を着た北斗くん。遊園地のロケットに乗った北斗くん。僕はその3枚の写真を3部ずつ眺めてから、それを彼に返す。そして生ビールを飲み、氷のようなルイベをつまむ。ところで P はどうしているのかな、と彼は尋ねる。なかなかうまくやっているよ、と僕は答える。この間道でばったりと会ったんだ。女房と離婚して若い女の子と一緒になったってさ。 Q はどうだい。旅行代理店に勤めててさ、恐ろしくひどいコピーを書いているよ。わかるね。などなど。我々は感情を済ませ、外に出る。外ではまだ雪が降り続いている。どう？最近神戸に帰った？と僕が尋ねる。いや、とも彼は首を振る。どうも遠すぎてさ。そちらは？帰ってないよ。それにあまり帰りたいって気持ちも起きないものだから。うん。
町も随分変わっちゃっただろうな。うん。10分ばかりぶらぶらと札幌の町を歩いているうちに、我々の話題は尽きてしまう。そして僕はホテルに戻り、彼は 3DK のマンションに戻る。まあ元気でね。うん、そちらこそ。そして気分転換が、そして転換器がカタンと音を立てる。そして何日か後には我々は再び別の道を歩み始める。明日になれば我々は500キロも離れたそれぞれの町で、それぞれの退屈さに向けて当てのない戦いを続けていくことになるだろう。ホテルのロビーはローカルステーションの広報番組を映し出している。